はい、皆さんおはようございます。今日もね、前回に引き続いてシリバスぶっ込みにやってきました。まだね、3時ぐらいの時間なんですけど、もうすでにね、ルアマンが開いて、あまり大きい声じゃ喋れないですね。で、今日はね、少しね、雨が落ちてる日です。で、潮の方は今日はね、大潮です。午前4時ぐらいが大潮の満潮ということで、その1時間前ぐらいに来ました。はい、じゃあ1本目準備できましたんで、しばらくはね、1本でやっていこうかなと思います。雨がパラパラと降ってきました。うわ、激しいな。激しいね、雨が降ってきました。だから今ね、急遽ね、カッパを着てきました。なんか先っちょ壊れてますね。餌取りがね、いるかもしれないね。雲が過ぎましたね。雨がね、やめました。10分ぐらいかな、すごい雨でした。もう1本出しましょうか。いや、でもね、今ね、投げてね、5本ぐらいで回収したんですけど、完全にね、餌取りがいそうなんで、ちょっとしばらくね、1本でやっていきます。雨が止んだら風も弱くなりましたね。なんかね、2、3回引っ張られましたね。やっぱりね、先っちょが食われちゃってる。ちょっとこれは釣りにならないかもしれないね。今日はフグだと思うんですけど、いますね。前回と同じように動き出しがチャンスかもしれないですね。だ、もうちょっと待ちましょうね。今日こそ何も起こりそうにない雰囲気ですよね。最初ね、餌取りいたんですけど、いなくなったようですね。お、当たってる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 。糸がね、だいぶね、今ね、下流に走りましたね。上げてみましょうか。何かがかかってる模様だけど、かなりちっちゃいね。おお、マゴチ来ました。マゴチ釣れるんですね、ここ。ちょっと30ぐらいですかね。ちょっと小さかったけど、針はね、ちゃんと外れたと思うんで逃がします。ありがとうね、バイバイ。マゴチというのは初めて釣りました。マゴチっていうのはああいう当たりなんですね。当たった後ね、糸がね、スーッとね、横に走ったんですよ。もう一本出すかどうか迷うところですね。やっぱり夜明けまでだいぶ近くなってきちゃったんで、もう一本出しましょう。さっきね、用意してたら当たったんで、用意しましょう。ここはね、河口からね、1キロぐらいですかね、上流なんで、そこまでね、マゴチが上がってくるっていうのは
予想してなかったんですけど、潮が高いとそういうこともあるんですね。お糸すごい走ってる。ああ、乗りません。糸がね、だいぶ横に行きましたね。今かかりませんでしたけど。でね、川の流れが出てきました。今チャンスかもしれない。次は食い込むまで待ちましょうね。はい、もう一本ね、用意しました。ちょっとね、針がなかったんで、こっちはね、16号ですね。よいしょ、2本になりました。川のね、流れが出てきましたよ。あと1時間ぐらいがチャンスですね。当たりましたね。ラインはね、動いてないです。だいぶ減ってますね。3匹かけたのが1つになってます。流れが出てくるとね、竿がね、少しね、触れるようになるんですよね。で、あとね、重りもね、徐々にね、下流に向かって動いていくと。お、食ってる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 。あれ、もうかかってるぐらいの当たりでしたよね、今ね。ダメなんだ、わかんないんだ。なんだかんだ言って餌取りがいて当たりが多くてってことで、さすがに2本出すとね、餌の消費が激しいね。これもう当たってる。当たってますよ。壊れてますね。まあ、2本出すと忙しいね。顔のね、流れが出てきて、当たりもね、出てきました。当たってますよ。うわ、すげえ壊れてる。もう食ってますよ、ほら。今の一発だけ。あの一発で餌ゼロですよ。こっちはね、左側に投げてて、こっちはね、ちょっと右側に投げてるんですけど、こっちばっか当たりますね。当たってる。どうですよ。ちょっと入るまで待ちましょう。
あ、でも結構糸が触れてますね。お、左また当たってる。完全に餌取りだねこれ。お、かかってる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 。ちんちんですね。これだけの子供ね、これが食ってたんですね。はい、これね、8センチくらいですかね。ちょっとね、飲んじゃったんで持ち帰ります。大きいクロダイもね、期待できるかもしれないよ。食ってますよ。これもおそらくチンチンですね。なんかかかってますけど。やっぱね、これがね、大量にいるんだと思いますね。かなりちっちゃいです。でもね、クロダイちゃんね。3センチぐらい。クロダイちゃん、バイバイ。やばい、ちょっと餌ピンチですね。あと4つ5つしかない。本命釣れる前に餌が終わってしまうかもしれません。クロダイはね、群れでいる魚なんでね、当たりがね止まったんで群れがいなくなったんだと思いますね。もうあっという間に50センチぐらいは下がりましたね、潮が。糸がね、めちゃくちゃ動いてる。買ってますね、きっと。同じですね、きっと。でももしかしたらね、重さ的にはね、しばすかもしれないね。よいしょ、クロダイでした。ちょっとサイズ感いいね。おっと、落ちちゃった。石の間に、ね、落ちちゃいました。見えない、残念。ちょっと落としちゃいました。水がね来てないんでかわいそうなんだけど、見えないところまでね落ちちゃいました。今のは25くらいはあったね、きっとね。なんでこっちのサワーか当たるんでしょうね。当たってますよ。続かない。餌ゼロ。だいぶ人が多くなってきちゃいましたね。はい、ということでね、餌なくなったんで終わりにしましょう。本命のシーバスはね、上がりませんでした。まあ、シーズンインということでね、まだね、シーバスがね、川に上がってきてないよという時もまだまだありそうですね。はい、皆さんおはようございます。今日もね、この内房の河川にぶっ込みにやってまいりました。前回ね、来た時にシーバスの方がね上がらなかったってことで、シーバスとクロダイ出ないというぶっ込みをやっていきたいと思います。でね、今日はねだいぶ時間遅いんですけど、風がねだいぶ強く吹くと、あとは雨が降るという予報なんで、ちょっとね様子を見てました。もうすでにね結構強い風が吹いてます。でね、雨の方もポツポツと降ってる状況です。
断続的に雨が降るという感じですね。で今日の潮はね、中潮、もうすぐ満潮ですね。でね、南風が吹く予報だったんですけど、今はね、左から吹いてるんで東風になるのかな。おそらくね、もうちょっとしたら南風に変わるんじゃないかなと思います。今日はね、中潮なんですけど、中潮には珍しく潮位がね、2メートル近くに上がると、2メートル超えるのかな、そのぐらいね、結構高い潮位になるということで、天気はね、かなり悪いんですけど、釣り人もね、今日はね、一人しかいないですね。もうこのね、振り出しの方は仕掛けをセットしてあったんで伸ばすだけです。はい、じゃあ1本目。じゃあ早速座っちゃいましょうね。こんな状態です。針がね、でかいんで絶対かかんないですよね。前回ね、針伸び込んでかわいそうな思いしたんで、こっち側はね、針18号にしてます。で右側がね、16号。ものすごい風が吹いてきましたね。今ね、東寄りの南風ですね。今ね、いろんな距離を試している最中です。ご飯食べ出すといつも当たるんで、ご飯食べましょう。おっと、当たってる。これちっちゃそうですね。軽いぞ。でもなんかちょっと乗ってる感じがするね。ああ、クロダイでした。ちっちゃいクロダイ。ちょっと君じゃなくてお父さんに呼んできてほしいな。9センチぐらいですね。はい、クロダイちゃん来ました。リリースします。バイバイ。むしろシーバスよりクロダイの方がいるかもしれないね、今の時期。おっと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 。これはちょっと重みある。おお、シバスくん来ました。おいしょ。はい、来ました。あたり大きかったもんね。はい、来ました。これは復興サイズあるね。それメジャー忘れました。40ぐらいはありますね。はい、キープしましょう。やりましたね。今シーズン初シーバスですね。しかもね、復古サイズ来ました。めでたいね。シーズン初ってのはやっぱり嬉しいですよね。やっぱりね、今みたいにね、竿が持ってかれるぐらいのね、当たりがシーバスの醍醐味ですよね。おっと、こっち当たってる。
悪いね。先っちょを食われてますね。今ねちょうど潮止まりの近辺なんですけど、それでも釣れるんですね。まあ、潮が高いのはね味方してくれたんだと思います。天気予報見たらねあと20分ぐらいで雨が降り出すということでね、今日はね終わりたいと思います。もう完全にねシーズン始まったと言っていいと思います。これからね来年の3月頃までは、毎週ね美味しいシーバスのフライがね食べれるということになります。楽しみですね。はい、そんな感じで今日は終わりにします。いつもご視聴ありがとうございます。ライク、シェア、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねー。